那須岳の紅葉那須高原恋人の聖地展望台。那須高原恋人の聖地展望台は、栃木県那須郡那須町湯本の那須岳中腹にある展望台で特定非営利活動法人地域活性化支援センターが主催する恋人の聖地プロジェクトにより、全国で100番目の恋人の聖地に選定されたデートスポットである。那須高原展望台は、那須温泉街から、 ナスロープウェイ36駅に向かう途中にある標高1048メートル、広さ約616平方メートルの展望台である。この展望台はかつて有料道路だったボルケーのハイウェイ時代には展望台と休憩施設を兼ねた駐車場となっていたが、ボルケーのハイウェイが無料開放されたことに伴い、見上げればナス連山が眼下には 那須工芸や関東平野を望むことができ、夕日や夜景も楽しめる、この場所を観光資源として有効活用することはできないかと考え、展望台を整備するとともに恋人の聖地プロジェクトに申請し、2010年6月に全国で100番目の恋人の聖地として認定されたものである。ランドマークには、桂由美による大事リプレートがはめ込まれている。 当展望台からは間近に、茶臼岳、遠くに、闇沿連山と、那須高原の自然を満喫できる。また、ボル系のハイウェイには、温泉が点在し、展望台から車で5分ほどの距離の八幡温泉の近くにある八幡の筒ツ子ツ群落は、5月下旬に20万本もの、山筒ツ子ツが満開となり爽やかな香りと共に周辺を、彩る。環境省香り風景百選。 栃木県軽0百選にも選ばれている継承である。また、東展望台とほぼ同時期に、那須御用邸の敷地の約半分が、那須平成の森として開放され、同じく観光名所となっている。東展望台から車で30分ほど離れた、那須高原の山裾にある、那須ハイランドパークには、東恋人の聖地のサテライトモニュメントがある。東展望台は、 恋人の聖地として認定された翌年に東日本大震災の被災があり、那須町は震度6弱に襲われたために、この展望台も洋壁等に被害があり、展望台の一部は立ち入り制限がなされた。そのため、那須町は約4200万円の予算を投じて洋壁の改修を行うとともに、案内板やベンチの設置などリニューアル工事を行った。 工事完了後の2012年7月21日に展望台はリニューアルオープンし、同日記念式典が一般募集のカップルや関係者ら約150人が出席して行われた。ありがとうございます。